おかえりあただいま、うん、どうしたの大きなため息何かあったレイああ偶然バスジャックに巻き込まれたバスジャック ?2 日前銀行を襲った犯人が今度はバスジャックさ日本も怖い国になったものだそのバスにあなたも乗り合わせてたってことああ 結局犯人はバスを飛び降りて車にはねられたけどねその犯人死んだの多分な見届ける暇はなかったねえレイ<ん>それって本当に偶然だったのかしらどういうことだだって誰かを調べていてそのバスに乗ったんでしょそこで犯罪者がおそらく死んだそれってなあ 君は確かに優秀な FBI 捜査官だったしかし今は僕のフィアンセでしかないもう君は捜査官じゃないんだ<あ>キラ事件には口を出さない危険な行動は取らないそういう約束で日本にいる君の両親に挨拶するために一緒に連れてきたんだ分かったわレイつい癖でごめんなさいああ <laughs> ごめんそんなに気にするなよ家族ができれば自分が捜査官だったことを忘れるぐらい忙しくなって癖なんて出る暇もなくなってしまうさ <laughs> それよりあのお父さんに何て挨拶したら好感度が上がるか考えてくれよ